はい皆さんこんばんは今日はねあのー、とりあえずまあちょっと難関なかもしれないんですけどとりあえずいいあのネタがありますんでそれをちょっと教えますではやっていきますよえっ、ー、とねちょっと画面を大きくしてあこれちょっと大きすぎますね、えー、これぐらいでねまあここにえっ、ー、とね まあ、日付とでもしときましょう。えっ、ー、とね、今日は配当金がね、非常にいい会社があるものですから、それをね、えー、まあ、積み立てていくと、まあ、1年でどんだけ配当がもらえるかっていう、ちょっとシミュレーションをしてみたいと思います。はい。で、まあ、日付ですよね。で、ここが、えー、まあ、今、2019年ですかね。 2000あ2019年の6月ですよね、今ね。まあ、今日からやるってことにしてください。あ、これいかんですね、英語なんで。英語ちょっと見にくいですね。ということで、えー、っと、日付の、まあ、月単位でしか見ないんで、はい、こういうふうになりまして、まあ、これがずっとなってきますよと、ということで、えー、あ、連続データ、月単位。はい。 で、ちょっとこれ大きくしておきまして、ここはね、配当金としときます。配当金、はい。あ、配当金としときます。はい。でね、ちょっとその前にここに余談として書いておきますね。なんと皆さん、えっ、ー、とね、ある銘柄がね、非常にいいあのー、配当金がもらえるんですよ。それがね、あのー、 このね、コード番号がね、6810 68。6810、え、のー、マクセルホールディングっていうとこあるんですよ。ここ6810のね。マクセルですから、あのー、有名ですよね。あの、電池とかで。それがなんとね、286円もあるんですよ。配当が。えー、一株でね。こんだけあるんですよ。ということで、ちょっとシミュレーションしようということで、えー、まあ、6月に、 あのとりあえず、あこれ、配当金こっちにしましょうか。まあ、こっちにあの買い付けですね。まあ、A とでもしておきます。はい、で、ここで、まあ、6月、今日は14日なんで、今日買ったと、まあ、買ったとしましょう。そうすると、今日買いましたっていうと、今日の値段で大体、大体っていうか、今日の値段で1787円ですから、1787円ですよね。今日がね。で、 えっと、これを100株ですからね、100、普通にこんだけいるわけですよ、1ヶ月に。ちょっと1ヶ月でこんだけはちょっと偉いと思います。あ、きついと思います。厳しいと思いますけど、あと、楽なっていうか、もうちょっと抑えたやり方は後からやりますんで、まあまあ、あの、1ヶ月にこんだけ買ったとしましょう。で、これをずっと繰り返しますと。で、えっと、そうですね、これ。 大体5月で1年なんで、ここまでにしておきまして、こんだけかかりますよね。あのこんだけ、今、1787円ですから、こんだけいりますよ。丸代金として。はい。で、これはちょっと厳しいと思います、正直。普通ではね。普通ではちょっと厳しいんですが、まあ、それはちょっとまあ、けあの計算上、ちょっと聞いおってください。ということで、 ここでね、1年経って、この分がもらえるわけですよ、ここの6月の分がね。ですから、ここに286円かける100株持ってますから、要は、こんだけもらえるんですよね、1年経つとね、この分がね、この分がこうなるわけ。はい、で、えー、っと、まあ、これをね、ちょっと続けていくわけですが、そうするとまた下ずれますよね、ここね、6月になりますとね、はい、こんな感じで、また1年で。 こんな感じで書いていって、この部分がここに入りますよね。あ、どうもこんにちは。ここに入りますと、えー、いうことなんですよ。それでですね、この時点で、えー、数量としてどんだけ持ってるかっていうと、数量、数量として、要はここ,のここの時点で、えー、1200株持ってるはずですよね。1、2、3、4、5、6、7。うん、1200株持ってますよね、1200株ね。 でいやー、ちょっとそれはもうやめましょう、<laughs> 1200株いや、これね、ここのあの後から来たいとには言うんですけど、6810のねマクセルホールディングスっていうとこがありまして、まあちょっとこれ、説明しておきます、あの決算の時にね、あの株主をあの結構優遇してくれるということで、なんと配当がね、あの1株286円もらえるんですよ。 それがあのこの前の決算でやってちょっと上げたんですけど、あのそうしますとね、利回り的に15%超えてますね、この値段でも。利回りで15%ですよ。っていうことは、まあ、トルコ円とか私知らないんだけど、そういうやつをやるよりも、東証一部の銘柄ですし、まあ、非常に安心感があると。で、これは同じやつ、同じ銘柄ばっか買ったという集中投資なんで。 ここら辺は変えていっていただいて結構ですよ、別にね。ここら辺、あ銘柄変えていっていただいて、例えば20、これの倍するようなやつやったら2ヶ月に1回という感じで、ここ、ここなしにすればいいわけですよね。ほんで、ここになしにしていただいて、まあ、ここにあの30万円ぐらいのやつ買いましたよという計算でもいいです。それは臨機応変にや,やるとして、今回は同じ銘柄ばっかを積み立ててきましたよということです、1ヶ月にはい で、ここ、この時点でこういうふうにもらえますよね。ほんで、この時点で1200株持ってますと。で、これをずずっとこれ、まあ、これ同じ結果なんで、あれなんですけど、で、これをね、えー、っと、これも、これは当然こういうふうにもらえと,ると。まあ、配当のね、値段は変わると思いますから、まあ、それは、ね、臨機応報編にやっていただきたいということで、連続データにしますあ、連続データじゃない、ごめんなさい、これ。 1300になるわけですよねここ1300株持ってますよ。この6月の時点でもうね。えー、来年ですよね。はい、で、えー、この時点で、えー、2000株持ってと,と。もうちょっといきましょうか。ちょっと計算をもうちょっとやりたいんで、だいたい6月にしたいんで、だいたいここら辺までにしましょうか。6月から始めて5月なんで、えー、こ,のここで2年経ったわけですよね。2年経って、 要するに2年経った時点で、えー、2400株持ってるはずですよね。でそうしますと、えー、1年でここに入るあの配当金がどんだけかって言いますとねそりゃ簡単でこれ286やね286かけるえー、っとこれやっちゃいかんですけど普通に20これ割る100やらなあかんですけどね割る100。 でえー、あ違う、100選んでもいいのか、ごめんなさい、間違えた、286になってますから、要は、こんだけもらえるわけですよ、1年で、この時点でね、この時点でね、えー、2年後にはもうこんだけもらえとるんですよ、ここでやめてもね、えー、1年でこんだけもらえるわけですよ、68万ぐらい、えー、67万ぐらいもらえるわけですよ、その計算、皆さんわかりますね。<laughs> はい、証券がマイナンバーの提出求めてるんだけど、提出する必要はあ,あかんやらんとね、だめだと思いますよ。アプリだけなら別にいいと思います、そこで別にあの取引してないならね、大丈夫だと思いますけど、やらなあかんと思いますよ、僕出しましたもん、はい。ではもうちょっと続けていきましょうか、で3年後やってみます、3年後、3年後の、三年後、大体予想はつくとは思いますが。 動するのだから、ここは、減配の時はね、ここ、臨機応変にやってくださいよ、別に違う銘柄でやっていたでも結構です。ええ、ああ、そういうことですね、あのここは別に同じ銘柄を別にや,あのやるという、そんな約束ではないんだけど、計算を楽にするためにということです。はい、減配でも持ち続けるの減配まあ、それはまあね、シミュレーションだからあのこあ、減配しましたって言ったら、一気に銘柄変えてもいいですよ。その例えば 銭株持った状態で、あ、減配しましたで利マネが全然ないわということだったら、違う銘柄ーーの銭株をここで買うことにしましょうよ。今はシミュレーションですから、そういう減配がない減配も増配もないというね過程ですね。で、あのこれがどんどん続きまして、これが続きますよね、ここまで。この時点で、あ、6月なんで5月までや。持ってる証券会社にはマイナンバー提出してるけど、はい、そこは何年も前から使ってない。ああ、なるほどね。 うん、だけどね、僕は提出しようっていう、そういうあれが来たんで、連絡が。出しました。はい。出しましたよ。ほんと出しました。あ、これゼロじゃないな。で、あのー、この時点でですね、どんだけもらえますかといいますと、これ、えっ、ー、と、これかける。ここ、これちょっと計算が合ってないな。えっ、ー、と、これかける。F3。あ、ごめんなさい。ずれてれますね、これ。ここを同じにしなきゃ。 アプリは見やすいので、アプリだけ使って全然いいと思いますよ。えっとね、ま、これからね、こういって、あの要は、株主を何あの優先するような企業は増えてくると思いますし、そういうところ判断するのであれば、要は毎年、増配を続け取る、続け取る会社を買うとかね。 そういうのはあのちゃんと載ってますからね、あのあの増廃をもう20年以上続けてますよなんていう会社は見つかるじゃないですか、そういうのでもいいですよ、別にあ、ちょっとあの利回りが落ちるかもしれませんけど、はい、まあ、これはこういう過程にしてください,、はい。いいと思います、はい。で、あのね、これ、3年でね、皆さん、3年経った時点で、あとここでやめてもですね、1年でね、100万円もらえるってことになっちゃうんですよ、これ。 そうでしょ、100万円もらえることになりますよね。もうこれ、まあ、ここまでいけば、まあ、あの3年でですよ。そうするともう100万もらえますから、まあ別にフル老不所得とまでは言いませんけど、別に1人やったらね、あの贅沢しなければ、あのせあの生活できるレベルになりましたねということになりますよね。ええまあ、あとはこれ、計算していただければ、皆さんが欲しいところまでやっていただければ、あので、 見せつは立ちますよっていうことになりますよね。はい。でこれはた多分きついんでこんな普通では普通のサラリーマンとかまず無理ですから、そういう時はね、ここをねあの三ヶ月に一回とかさ、四ヶ月に一回とかにすればいいんで、例えばここもう九月に変えてやる一気に九月にやっぱりしますよって言って、マイナンバーの提出は何年前までの取引に適用されるの？はい、いやそれねもう覚えてないけどだいぶ前にねもうそれ僕やりましたよ。はい。マイナンバーのその あの提出しないとできあダメですよっていうやつお知らせがどこの会社でも来ましたけどね。はい。はい。じゃあ、ごめんなさい。続きいきます。で、まあ、3ヶ月に1回やったら、これ、こ当然、あの、何年、もうちょっとね、ここが、2028年までですから、今19年なんで、まあ、9年ぐらいかかっちゃいますけど、3ヶ月に1回でもね。だけど、9年でもね、別に、 いいと思いますかでね、9年あのー、やって、こんだけもらえるのであれば。というシミュレーションですよ、これ。ね、ここ3か月ごとにやってたっていう、普通にあのー、ちょっと関数も使わない簡単なシミュレーションです。はい、で、えーっと、株価的にはね、えー、マクセルホールディングスっていうのがね、あのー、どうなんだ、ちょっと見てみましょうか、せっかくですから。 えっと、せっかくですから見るっていうことにしておいて、これね、多分六6810ですよね、6810ですから、これ入れてやりますと。は年万万配配当当し安ででやってて今ままいきああ、なるほどね。あ、ごめんなさい、これちょっとチャートが、ちょっとログインしなきゃまだパスワード見入れちゃうもんですから、ちょっとごめんなさい。あの、ちょっとこれやめにして、えっとね、実は僕もう持っとるんですけど、えーちなみにね、これね、100株だけ僕持っとるんですよ、ここで。 えー、100株だけですけど、たまたまね、決算の前にね、もう4月16日に決算の、ね、前からもう持っとって、あのー、その時にねあの、こういう配当を出しますよっていうことだったので、あげたんですけど、はいまあ、100株だけですけどね、えーで、別に僕はそういうこと、まだこういうことを目指してないんで、やりませんけど、まあこれね、信用で買っとるんだけど、とりあえず配当調整金っていうものがもらえますんで。 まあ別に、仕切りたいときに仕切りますし、ここに制度6か月で書いてあると通り、信用でやってますから。いというシミュレーションだったんですよ、今回の話はね。一応、信用で。今からもらえないのかね、今はね、こういうシミュレーションやったで、そこら辺は僕はあんまり詳しくないんですけど、いいじゃないですか、ほかにもさ、JT とかさ、利回りがいい会社はいくらでもありますから。 JT とかさ、あと、例えば日本たばこ産業、あのー、最近あの上場したソフトバンクでもね、6%超え,る超えてますし、えー、で1400、1400円ぐらいでしょ、で、あと、青空銀行とかでもね、 6近くありしすし、いやいやいや、だけど、まあ、あるかもしれないけど、まあ、僕は米国株はやらないんで、どうしてもそういうところの知識が詳しい方は、全然いいと思いますよ。で、こういうのが好きな方は、こういうのをやっていただければいいわけです。はい、僕的にはね、あのー、今のところ、こういうことはやってないんですけど。 まあ FX なんかでよくスワップって言うんですけど、あれでね、あのー、スワップでねあのー、ね入ってくるっていうやつは、僕、最近 FX 全然やってないんで分からないんですけど、あのー、そういうのでもね、別にいいんだけど、もうあの16%とかね、15%っていうのはね、さすがにないし。うん ソフトバンクはこれから携帯通信用の値下げ競争で、品ですよ、ねね、まあ、それはね、いいんですよ、そこは臨機応変に会社変えていきましょう、ここは今の例なんで、えあくまで例ですから、例ですから、ただね、あのね結構計算してみるとね、あのー、あ、これ、結構すごいねっていうことになりますからね、えー、あのこ,この時点でも、くどいようですけど、3600株持ってることになりまして。 あの100万円近く1年で入ってきますからねもうここでやめてもね。えー、ということで、まあ大体いい100万もね、1年で入って来ればね、御の字じゃないですか。まあそ、そりゃね、株価の,あの下落のリスクはあるし、それは減廃のリスクもありますけどね。えー、まあそういうシミュレーションでしたっていうことです。まあ、こんなことはね、現実的ではないんで、別に、あのー、話程度に聞いていただければいいです。あの、まあ、今日はですね、こういった計算の仕方がね、 あのー、ちょっとわからんよっていう質問があったもんですからこう、こんな感じの簡単なシミュレーションで、もう関数も何も使ってない、えー、簡単なシミュレーションをやらせていただいたということなんです、今日はね。はい、いかがでしたでしょうか、はい。こんな感じです、今日は。はい。それではですねまた次回会いましょう。ありがとうございました。